広島高速4号線は、広島県広島市の中広出入り口から、沼田出入り口へ至る広島高速道路の路線である。路線名は、広島西風新都線。全長約4 9トル。西風新都と広島市中心部にある上谷町とを約15分で結ぶ。畑峠の下を抜ける西風トンネルが、路線のほとんどを占める。開通により、 広島市中心部と山陽自動車道五日市インターチェンジ周辺の広島市北西部の連絡が向上された。また、国道54号や国道2号西広島バイパスなどの混雑緩和にもつながっている。広島都市圏の道路交通における定時性や高速性も強化された。西風新都においては、アストラムラインと並ぶ交通手段として期待されている。また、 路線を延伸させ、五日市 IC 経由で、山陽自動車道に接続させる計画もある。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2010年周期の交通量データ2010年周期のデータ。ABCDEFGHIJK 広島、高速道路公社、広島高速4号線及び関連道路路線図。 広島高速道路公社、2015年12月23日閲覧。高速4号と山陽道接続検討へ。中国新聞社。2013年6月8日時点のオリジナルより。アーカイブ。2015年12月23日閲覧。広島高速道路公社、西風トンネル設備案内。2015年12月23日閲覧。 令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について、国土交通省道路局、2021年5月11日閲覧。国土交通省道路局、国土技術政策総合研究所、平成22年度道路交通センサス、一般交通量調査結果の概要について、国土交通省、2015年12月23日閲覧。 国土交通省、平成22年度道路交通センサス、一般交通量調査課処別基本表、平成22年度全国道路、外路交通情勢調査。 h t t p w w w m l i t g o j p r o a d ス e n s u s h 2 2 1 d a t a p d f k a s y o 3 4 p d f 2 0 1 5年12月23日閲覧ありがとうございます。